続いてのチームは旭川北の大地さんの皆様です。チーム紹介をさせていただきます。そういう工夫によって作り出す旭川北の大地独特の雰囲気と心を込めた全力の演舞で、観客の皆様と私たち踊り子が一体となり、体に感じ心に響かせることのできる空間を作り上げたいと思います。今年のテーマは絵画です。クジャクのように美しく大きく羽を広げ舞い、竜のように力強く駆けるをイメージした演舞を目指しました。それでは踊っていただきましょう。旭川北の大地の皆さんです。どうぞ。会場の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、北海道旭川市よりやってまいりました旭川北の大地と申します。今年も、カリスぶっちゃけ祭りに、参加できることを本当に嬉しく思っております。また皆さんの前でこうやってパレード会場すぐ近くで踊れることも本当に嬉しく思っております。とても楽しみにやってまいりました。今年も私たち旭川北の大地にですね、旭川千勝太鼓さん、太鼓の方でも力添えいただいておりまして、今年は、歌い手さん、かずみさんも、やってきていただきまして、生演奏、生歌で、会場の皆様に楽しんでいただきたいと思っております。精一杯踊ります。皆様どうかご声援よろしくお願いします。Thank you.